はい。産福祉士、資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福祉士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 2024年、地中環境コーディネーター2級の47回目となります。今日はですね、トイレの住環境整備1ということでやっていきたいと思います。地中環境コーディネーター2級の47回目です。聞き流し、トイレの住環境整備の1です。1番です。夜間にトイレに行く際に、裏刈りを歩いてつまずいたりすることがないよう、まずは何を整備するでしょうか 寝室からトイレまでの動線ですね。まずこれが最初ですね。えー、夜間にトイレに行く際に、えー、暗がりでつまずいたりすることがないように寝室からトイレまでの動線を整備する。これがまず第一となります。2番です。トイレの回収ではどんな配慮が必要でしょうか排泄はデリケートな問題なので対象者の悩みや要望を焦らずしっかり しっかりととと、聞き出すすいうことこれが大事ですね、えーまあ。どんな回収をするよりも、まずはですね、えー、大切っていうのはデリケートな問題なんで、あのーまあ、焦らずですね、えー、しっかりと対象者の悩みや要望を聞き出すことが重要となります。3番です。寝室からトイレの出入り口までの距離がどれだけになると高齢者は遠いと感じるでしょうか おおむね4メートルを超えると、えー、高齢者の場合は寝室からトイレの、まあ、出入り口までの距離が遠いと感じるんですね。なので4メートル未満が一番まあ良いかなと言えますね。4番です。トイレの出入り口の配慮事項を3つ答えましょう。はい、まず一つ目が、この有効福音は少なくとも800から850ミリ程度は確保する。 ですね、えー。トイレの出入り口の扉のことですね、えー。それの有効含印、幅は80センチから85センチは、こうするのが良いですね。そして二つ目が、出入り口の下枠とトイレの床面の段差をなくすですね。えー、これも基本ですが重要です。えー、やっぱりですね、あの障害者とかあの高齢者はですね、少しの段差でもつまずく原因になりますのでね。 えー、下枠とトイレの床面の段差をなくすことが重要。そして三つ目ですが、ここは引き戸にする。まあ、引き戸にすると有効福音もですね、えー、広く取れますし、まあ、あの、入りやすく出やすいというですね。そしてですね、開き戸を取り付ける場合は、外開きにする。これも重要ですね。えー、内開きだとですね、えー、トイレ内でこう、まあ、何かをね、心筋梗塞であったりとか、 えー、脳血管障害とかでですね、えー、意識が不明になった時に、内開きだと、まあ、扉がですね、えー、中向いて開けようとするんで、開かない場合があるんですね。ですから、トイレは、開き度にする場合は、外開きにする。これ重要です。5番です。トイレの間口を広くした場合に、便器を中央に配置すると、どんな不便が生じるでしょうか。まあ、トイレのですね、間口。まあ、幅ですね。 を広くした場合に、便器を中央に配置しない方がいいんですね。なぜでしょうか排除スペースが十分に取れなかったり、壁の手すりまでの距離が多くなったりするんですね。6番です、えー。蒸気の場合ですね。便器を間口の左右どちらかにずらして設置し、どうすることが良いでしょうか近い方の手すりの芯から、 便器の中央までを350ミリにする。これが良いですね。えー、近い方の手すりですね。壁側の手すりの芯から便器の中央までを35センチぐらいにするのが良い。ですね。7番です。立ち座り動作をゆったりと行うには、どれだけの有効腹印があるのが理想でしょうか奥行き有効腹印が1650ミリ。 ですね、えー。壁芯から芯の距離が1820ミ、mm、リ程度あると、まあ、立ち座り動作をゆったりと行うには、まあ良いですね。えー、奥行き有効幅面が1650ミ、mm、リですね。8番です。将来的な介助スペースを確保しておきたい場合は、どうすると良いでしょうかトイレ内に手洗いカウンターを設けておき、必要になれば取り外して、 解除スペースを確保できるようにする。ですね。こういったことが将来的な解除スペースを確保する場合、有効となります。9番です。解除が必要な場合、トイレ内での解除を考慮して、便器、速報や前方にどれだけのスペースを確保するのが良いでしょうか。えー、便器、速報というのは横側ですね。横側。 いや、前方前側にどれだけのスペースを確保するのが良いでしょうか、はいえー、?500 ミリ以上ですね。50センチ以上のスペースを確保するのが良いですね。で、この500ミリ以上というのは高齢者と配慮対策等級で規定されております。10番です。トイレの寸法はどれだけにすると良いでしょうか えー、間口奥行きともに1350ミリ程度ですね、えー。これは壁芯から芯の距離が間口奥行きともに1515 15ミリになるところですね。この右下に、えー、と図を書いておりますが、えー、そうですね。この間口ですね。えー、これが壁芯ですね、えー。壁芯から壁芯の距離が1515 15ミリということは、 えー、間口奥行きともに1350ミリなんですけれども、えーまあ、こんな感じですね。えー、壁から、あ壁側にですね、手すりを設ける場合は、この手すりの芯から、えー、便器の中央までを35センチにする。そして、会場用スペースを設ける場合は、えー、逆側の壁から、便器まで50センチ以上のスペースを確保する。 これが良いですね。こういったものですね。11番です。理想用車椅子使用の場合のトイレへのアプローチ方法を3つ答えましょう。はい、1つ目が速報アプローチですね。これは、便器の速報や横側や斜め前方から車椅子を便器に近づけるという方法ですね。標準的な広さは、 間口1650ミリ×奥行きも1650ミリ程度必要ということになります。二つ目が前方のアプローチですね。前からのアプローチですね。これは便器の前方から車椅子でトイレに入る場合です。トイレの奥行きは最低でも1800ミリですね。確保する必要がある。180センチは必要ということになります。 3番です。横方向アプローチですね。えー、これは、車椅子から便器への異常を平行な位置で行う方法ですね。便器の速報に車椅子のスペースとして600ミ、mm、リ程度を確保する必要があります。12番です。車椅子と便器の異常に排除が必要な場合は、どれだけのスペースを確保するのが良いでしょうか 間口1650ミリ、ける奥行きも1650ミリですね。壁、えー、芯から芯の距離が間口奥行きともに1820ミリ程度が必要となります。これがですね、えー、車椅子と便器の異常に排除が必要な場合のスペースとなります。13番です。トイレの手すりについてどんなものを使用するのが基本でしょうか盤面が 直径28から30ミリ程度の円形でですね、えー、樹脂、肥福性か木製のものですね、えー。これが基本となります、えー。直径はですね、28から30ミリ程度で細すぎず太すぎずつかみやすい円形で、えー、樹脂、肥福性ですね。もしくは木製のもので、まあったかみのあるものですね。これが基本となります。十四番です。 位置座り動作を補助する縦手すりはどの位置に取り付けるのが一般的でしょうか便器の前端から、えー、250から300ミリ程度前方の側面の壁ですね、えー。これも覚えておいてください。便器の先端からですね、25センチから30センチ程度前方ですね。そこの側面の壁ですね。15番です。 縦手すりの上端と下端はどの位置とするのが良いでしょうか上端は利用者の肩の高さより100ミリ程度前方、上方、10センチほど上ですね。そして下端は横手すりの高さまでですね。そして長さの目安は800ミリ程度ですね。80センチ程度が縦手すりの長さの目安となります。 16番です。便器での在保持用の横手すりは通常どの位置に設置すると良いでしょうか便器の中心線から左右に350ミリ振り分けた左右対称の位置ですね。えー、その位置に来るのが良いですね。ここでも,ででも、ね、出てきましたね。便器の中心線、真ん中から左右に35センチ振り分けた左右対称の位置。 が良いですね17番です。横手すりの取り付け、高さを答えましょう。便座の高さから220から250ミリ程度情報ですね。22センチから25センチ程度情報。これはですね、車椅子のアームサポートの高さに相当するところとなります。これも覚えておいてください。便座の高さから22センチから25センチ程度情報で、 えー、これは車椅子のアームサポートの高さに相当するものですね。18番です。横手すりを両側に取り付けると、車椅子からの異常や退場動作の邪魔になるため、どうすると良いでしょうか壁側ではない、片方の手すりは波動式にするのが良いですね。まあ、よくですね、身、え、障、ー、者用、身体障害者用の えー、トイレでは、まあ、一個は壁側についてますが、もう一個は作動式の場合が多いですよね。ああいったものです。後で、あのー、イラストで説明しますのでね。十、えー、19番です。脳血管障害による肩麻痺にある場合、排除者はどちら側に立つのが良いでしょうかファン側ですね。観測に立つ。あのー、わずらっている方ですね。麻痺がある方に立つ。ですね、えー。バランスを崩した時に指示するため、 ですね。これも、まあ、基本ですのでね。覚えておいてください。えー、脳血管障害による肩麻痺がある場合、介助者は、案側ですね。わずらっている側、えー。麻痺している側に立つ。ですね、えー。20番です。手すりの取り付け例と配置例、3つ挙げておきます。まず左からいきますね。えー、縦手すりですが、こんな形ですね。えー、便器があって、えー、縦に手すりがついてある。えー えー、位置なんですけれども、えー、円の端、先端から20から30センチ前方に縦につける。長さは80センチで、直径は2.8から3.2センチを目安。え、手すりの上端ですが、えー、肩の高さより10センチ程度の上方を目安につけるということ。ですね。えー、そして真ん中の下行きましょうかね。 これが可動式手すりと言います。よくまあ見る形だと思うんですが、えー、こちらですね、こういった手すりをこう、まあ横側にペシャンとこう畳むこともできますし、えー、縦方向にですね、上側に持っていくこともできるようなものですね。これを可動式手すりと言います。で、右の上ですね、これをこういう形ですね、L 字型になっているのを L 字型手すりと言います。横手すりと縦手すりがまあ合体したものですね。 こういったものが新商社用トイレには多いと思いますが、よくまあ見ることだと思います。ここもですね、あのー、まああの縦手すりの位置ですが、えー、便器前端から15から30センチ。まあ前方。で、えー、と、横手すりの高さの位置が、あの、便器、便座の位置より22から25センチ上方。まあこれアームレストの位置と同じぐらいですね。こういった高さ。 となりますねで、えーまあ、この車椅子の氷の部分と電気の位置なんですが、これを1515 15ミリのあの幅というか長さは必要ということになりますね。こういった位置関係、配置例と取り付け例ですね。えー、ちょっと押さえておいてください。苦、は、従、いえー、環境コーディネーター2級の試験対策として、 トイレの住環境整備の1という内容で動画を作っています。えー、トイレの住環境整備かなりですね、ボリュームあります。そして、えー、手すりの位置であったりですね、有効福音であったりとか、えー、どちら側に介助者は立つのかとかですね、いろいろ試験に出るようなものはたくさんありますんでね、えー、2回に分けてやっていきますので、次回に後半となりますのでお、楽しみにしておいてください。えー、何度何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。 気流し、ながら聞きで OK ですのでね、生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤・通学の時間、夜寝る前の30分とか、朝起きた後の15分や20分でもいいのでね、えー、毎日コツコツとやることで、しっかりと、あのー、合格レベルにできますんでね、えー、何度何度も見て聞いて覚えてください。はい、副、え、従、ー、環境コーディネーター2級の試験対策動画、まだまだ上げていきますので、よろしくお願いします。以上です。